はいどうも、ショーエイティビーです。本日はマイナラスポーツさんに来てるんですけども、やっぱ去年ね、ちょっと話題になったグローブがありまして、こちらを紹介していきます。こちらです、こちらです。これだ、こちら D クエストという着物グラブというグローブでして、どうしたお花ですよ。もうお花畑だ、花がある、お花畑だ。見てください、見てください。カラーが雄花と大きさ9、この素材もちりめん生地と書いてあります。はい、見て見て見て、金色、こっちも金色、これも金色ですね。あ、でもこっちの方がゴージャスだ。ゴージャスな金色ですね、ゴージャス。これなんかそれ見たことあるんです。これあの女子プロ野球選手の笹沼選手っていう左ピッチャーの選手が、確かね、こんな、これやったかな、これやったかな、これやったかな、なんかこれ着物グラブで試合してましたよ、そういえば。あ、試合でも投げてた、投げてました。しかも左利きです。ちょっと気になっちゃったグローブあるんですけど、ね、紹介していいですか。お、これんこれびっくりしません、これびっくりしません、これゴールド、ゴールドじゃないです、クリーム色、クリーム日本製ステアレザー仕様。これ分かります、イライさん。こうなってますっけ、普通くぼって。おお、なってない。これ普通、これどういう感じですか、糸ですか、わかりますか。それはちょっとわかんないんだけど、ボコってなってる、こういうのがいっぱい入ってます。 Z ってもうちょっとさ、薄かった気がするんだよね。そうなんですよ、薄かった気がする。なんかその辺に根押せとかない、薄いよね。薄いっす、薄いっす、薄いっす。根押せともかっこいいな。え、これ普通にかっこいいんだけど、これ何色、何色、ネイビー、ネイビーゲームってあのうどんとみかんのみかんっていうのがね、ネタでやってました。ネイビーゲーム、ネイビーゲーム、どんなゲーム、ネイビーネイビーネイビーって、かっこいいなこれ。見てくださいこれ、なかなか見ないね。なかなか見ないですよね、かっこいいグローブ、なんか2段みたいになってる、ね、2段ほんと。これ土手の部分がマジでボコってなってる。これどういうコンセプトなんだろうね。書いてますかね。はい、補給面の張りとしっかり感にこだわったプロステータスの質感。ちょっとざっくりすぎて分かんないですけど本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。